がボロボロであるな。ただ成果はあったぞ。行方不明事件の発生原因はあそこにある。間違いない。アジンってやつがいた。想像と違ったけどな。バッチリじゃな。よくやった。あとは回廊の奥まで行き、行方不明者を救出するだけだ。誰か一人招集してくれ。エルドリエ以外で。隠密ができるやつがいい。エルドリエ以外で。エルドリエを毛嫌いするが、あやつも役に立つ男じゃ。別件の調査があるなんて言い出して、現地調査に俺を一人で行かせたんだぞ。あれじゃシノンが怒ったのもうなずける。その別件調査の報告をわしによこした。とある古い書家から伝承を見つけ出したそうじゃ。かつて南の回廊に黒血の祭壇なるものがあったと。不気味な名前だな。ふさわしい名でもある。魔女が悪魔を封じるのに使った祭壇であるからな。魔女ってもしや。お主の想像通り、アドミニストレーターを表すにはぴったりの言葉じゃ。伝承ではこの地方に強大な悪魔がいて、さまよいながら暴れ回っていた。村人が困り果てていたところ、ふらりと魔女が現れた。魔女は回廊に黒血の祭壇を築いて儀式を行い、おびき寄せた悪魔を豪華の夕闇と呼ばれる世界へ送った。夕闇の門の伝承と関連性は高いであろう。特に気になるのは豪華の夕闇という一節じゃ。夕闇の門の伝承では単なる異界とされてきたが、どうも正確ではないようだ。これが示すところは、悪いものを封じる地獄のような場所。そんな場所へ通じる門が開いているのか。開いているとは限らん。亜人は巣窟を離れていまい。むしろ守りを固めていた。戦力が十分でないのじゃろう。しかしまた門が開けば、今度こそ悪魔が戻ってくるやも。悪魔が神獣っていう可能性も。わしが恐れているのはそこじゃ。アドミニストレーターでさえ殺せず、追放するしかなかった存在。そんなものが戻ってきたら。エルドリエはこれを調べていたのか。あやつも貢献しておるじゃろ。そうだな。今の情報はありがたかったけど、あいつが隠密向きだとは思わない。別の誰かと組ませてくれ。じゃが今動けるものとなると。いないのか。一人いることはいる。都合よく王都に滞在しておるが。隠密が苦手とか。探検使いであるし、素地は間違いなくあろう。おあつらい向きじゃないか。誰だ。シリカである。最高じゃないか。誘ってくれ。待つのだ。様子がおかしいので休ませておる。何があった。わからぬ。どうも落ち込んでいるらしいが、何度聞いても訳を話さぬのだ。俺になら相談してくれるかもしれない。シリカの悩みを解決してから一緒に来てもらえないか頼んでみる。やけに強気じゃんな。女心を知り尽くしておるから解決できる自信があると。いや、女の子の気持ちなんて分かった試しがないし、アスナにもしょっちゅう怒られているし。では解決できぬのでは。なんとなくだけど大丈夫じゃないかな。お主はなんというか。やめておこう。今心の中で俺に対してものすごく失礼なことを思っただろう。
こんにちは。いたいた、シリカだ。こっちに気づいていない。声をかける前に様子を伺うか。どこかを向いている？空を見ているのか？あ、ため息をついたぞ。肩が震え始めた。泣いた。シリカ、何があった？中白さん、どうした？キリトさん、これは何でも、またに泣いてなんか。まさか俺のせい？違います。とにかく落ち着いてくれ。俺がいる、俺がいるから。いや、シリカが泣いた原因が俺だったら、むしろいない方がいいのか。だから違いますって。落ち着いてください。そうか、落ち着くのは俺の方か。落ち着け、落ち着くんだ俺。あれ、泣き笑いになった。焦りすぎですよ、キリトさん。前にシリカが泣いていた時を思い出してさ。あの人同じ顔をしていた。ああ、また泣いた。違います。これは嬉しくて。嬉しい。全部話しますね。ピナのいない寂しさか。このアンダーワールドには。ソウルトランスレーターでログインしていますから、当然ピナがいません。自分一人で戦わなきゃいけなくて、今まではそれでもよかったんです。でもここ数日、ピナがサポートしてくれるタイミングがあるんです。敵の攻撃の合間に、ここって感じに、戦いの中でここって感じて。でも横を見るとピナはいなくて、胸がギュッて痛くなるんです。ピナはこの世界にいないんだ。そう思うと耐えられないほど胸が痛くて、ピナが死んだ時のあの胸の痛さとそっくりで。ピナは生き返ったじゃないか。わかっています。いつか会えますよね。でもアンダーワールドは気軽にログインしたりログアウトしたり、そういうものではありませんから。どうしても長期滞在になってしまうからな。ホームシッ
ック…いや、ピナシックだな。ピナシック？どうして顔をそらすんですか？自分でも言っててバカな表現だと思った。認める。若気の至りだった。頼むからスルーしてくれ。キリトさんはそうやって変なことを言って励まそうとしてくれているんですね。まあな。でもピナシックはダサすぎます。採点するならそうですね、100点満点中2点です。点数低っ。嘘ですよ、本当は200点です。やっと笑ってくれた。嬉しいんです。さっきも言っていたな、ピナが死んだ日諦めよう、そう思いました。今日もそうでした。諦めよう、そう思っていました。でもまたキリトさんが来てくれた。あの日たった一日だけお兄ちゃんになってくれた人がまた私を助けに来てくれた。言葉にならないくらい嬉しくて、止めたはずの涙が溢れちゃって。そっか。大丈夫です、元気が出ました。私任務に戻ります。よし、アインクラッドごっこをしないか。はい。残念ながらピナはいない。でもアインクラッドに似たものならアンダーワールドにもある。シリカにもそれを見せたいんだ。どういうことですか？それだけじゃない、任務の助けにもなる。一石二鳥だ。要するに俺もちょっと困っている。手を貸してほしい。でもシリカの手助けになりたいのも本音だ。どうか頼む、またシリカのお兄ちゃんにならせてくれ。はい、キリトさんと一緒にいられるのなら。ありがとう。よし、出発だ。シリカを笑顔にしながら任務もこなすぞ。任務地はどこですか？南帝国南の回廊、そこで行われている悪事に終止符を打ちたい。ただそこに行く前にちょっと寄り道。どこへですか？言っただろ、アインクラッドに似たものならあるって。